です。江藤です。あ、トロフィーでございます。お願いします。はい、ということで本日は前回ね、翔平さんがこの SSKMM23 を打ってロンティーしてましたね。で、まあそこで僕らもね打たせてもらえるということだったので、体重一緒なんだよね、多分。体重一緒です。60。で、体重一緒で身長は僕が170。161です。はい、チビです。チビです。はい、デモデブです。はい。はい、ということでまあね、比較的その草野球人の中では、チビ部類、チビですね、はい、の部類が最新バットを使ったらどうなるのかと、はい、83の700、はいはい、でそれがひどことが84センチの710グラム、はい、でこれが85センチの、740で、まあそれぞれねトップバランスの3本ともバットなので、まあちょっと僕はトップを全く使わないミドルですね。そう、ヒロトもミドルでしょ、どちらかというと今はレガシーのミドルバランスを使っております、はいはい、まあ、そういったところで、まあ、あまりトップ使わない人間ですが、ちょっと使ってみてどうかなっていうので、はい、振っていこうと思います。それではやっていきます。翔平さんが言いたかったことすげえわかる気がする打球は速いかもね、うん、確かに前で捉えた方がいい気がする。もうちょい前で捉えなきゃ。でも確かに自分結構なんか手元で振っちゃうタイプなんで、翔平さんにもよく言われるじゃん、きついって。でそうやって打つと確かにきつさを感じるかも、うん、こうやって前で捉えると結構いいかもでしょ。ツーバン左中間で、おー、いいじゃん。はい、これが84センチです。いきます。ワン越えぐらいでいける。あ、ツー越えか、全然いけなかった。はいはい、俺的には83の方がいいかも、今のところだと。でも上がるのは83より上がってる感じはする。はい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 、俺にしては飛んでる方なんだよ。うん、飛んでるね。今なんか振った感覚めっちゃ良かった。でも崩れたけどじゃあね、絶対天敵だろうね、重いバット長くて。絶対普段ちょっと使わないタイプのバットですけど、85の740いきます。重いな、やっぱちょっと重い。詰まった。ひろと、何球が投げれる？すげえじゃん。え、すごい。あ、すごい。え、超飛んだじゃん今、うん、センターだからね、結構乗ったな。え、すげえ飛んでんじゃん。え、すげえ飛んでんじゃん。先に当たると飛ぶかも、今の先の感覚。引っ張って、これでも。おお、おお、どけ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 、超えたね、引っ張りだけど。どこ行った？あそこの真ん中のデカ松抜きが見えなかったかもしれない。行ったっしょ。超えた？超えた超えた。マジか。いや俺でも170センチ60キロでも、最近ちょっと太っちゃったから170、60でもロンティーだったらまあ振れる。ロンティーだったら振れて、トップバランスだからこの辺で今多分最後の瞬間覚もう先にあって、で前で本当に翔平さんが言った通り思いっきりもうこの角度だったらここで捉えた感覚でバーンって振ったら飛んでったんで、まあちょっと重いから夏場はきついかもしれないけど、でそう逆に僕みたいな体型の人だったら3とか4とかで700ちょいぐらいのだったら全然振り切れると思うので、打撃苦手なバッターでもいいんじゃないかなとは思います。以上です。 MM23 の83センチいきます。
落款はちょっと重い感じがします。重いけどすぐ弾いてくれるような感じがします。いやー飛ばねえな。でもライナー強いですね。強い打球がいきますね。はい、お疲れ様でした。はい、ということで僕はめっちゃ感覚良かった。最後はまあ引っ張り、はい、だけど、まあ、一応90は超えてるので93、4ぐらいは飛んだのかなと思いますし、はいはい、センター方向に打ってても結構弾きっていう点では前で、まあ、翔平さんの時もそうでしたけど前で払った打球に関しては、うん、しっかりと打球伸びたのかなっていう、僕的にも結構感触がいいバットでした。で、作業したのがこれかな、85でいった。そう、それもちょっと泳ぎ気味だったんですよ、わざとトップバランスなんで、はい、なんでやっぱ前で捉えて先の方の感覚でっていう意識で引っ張ったら飛んでったって感じなんで、それはまあ自分でも今までトップで勝ち込んだことってそんななかったはずなので、全部ミドルですよね、うん、勝ち込んだとしてもだったので、まあここはちょっと僕のなんか感覚的にはすごい良かったなって感じがしますね。ヒルト的にはどれがよ、まあ、あんまり正直言うと全部合わなかったなっていう感じなんですけど、うんうん、やっぱ長い方がやっぱ安心してアウトコースが届くっていうのはあります。あ、これね、はい、85翔平さんの時も言ってましたけど、ここのねグリップのところが細いので左が本当に出やすいバットっていうのを考えると、まあ、85かなと、うん、外のボールでもしっかりと振れるのはこれなのかなと言いたいな感じですね。やっぱピッチャー長瀬ですね、うん、全部今まで以上に左が出るバットっていう点では今までに僕からしたらない感覚のバットだったので、うん、で、まあ、乗った時の感覚もやっぱり肉厚だなっていう、うん、感覚もあったので、まあ、僕ら細い人でもまあ全然打てるバットではあるので、税込みでちょっと5万超えてくるのね、あのしっかりと値段は書いてきますけど、まあ、個人で買うなりチームで買うなりにしても、まあ、高い買い物なのでぜひぜひね、今スポーツショップで振らせてもらえるところとかもあると思うので、そういうところを買ったりとかした上でちょっと購入検討してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ね、はい、ということで本日は MM23 を使ってロンティーをしてきました、はい、この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょ、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょ、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。You got it.